皆さんこんにちは、父です。今回は初めて購入した商品たちが当たり祭りでした。なので初購入品10点だけに絞ってご紹介していきたいと思います。ちなみになんですが、10点合計の平均金額は761円です。ぜひ最後までご覧ください。スタート。こちらはご存知の方とっても多いと思います。 SNS を中心に大人気で入手困難になっているボディクリームです。たまたまビタミン C だけ在庫があったので購入することができました。使うとお肌が白くなるっていう口コミを見て私はずっと気になっていたんですが、配合成分が高純度のビタミン C、ビタミン E、緑茶成分、ココナッツオイル、ホホバオイル、そしてアロエベラも入ってます。すっごく贅沢にいろんな美容成分が入ってるんですよね。ポンプ式なのでささっと塗れるところも使いやすくてとっても気に入ってます。テクスチャーが濃厚なのでお肌に浸透するまでは少しだけ時間がかかるんですが、お肌になじめばベタつきませんし、見た目もふわっと滑らかになります。中を開けてみるとですね、じゃーん、もうびっちりクリームが入ってるんですよ。これで1300円はそりゃバズりますよねっていう感じがしました。実際に使ってみてもとってもいい商品だったので、もし在庫が復活したらストックも欲しいですし、レチノールも試してみたいなと思っています。全身使えるミストです。原料がフルビックミネラルと精製水の2つなのでとってもシンプルなんですが、フルビックミネラルに含まれるフルボ酸に人間が必要としている75種類のミネラルのうち70種類以上が含まれているそうです。商品説明に書いてあったものを数えた限りだと、ミネラルが68種類でアミノ酸が12種類含まれているみたいです。余計なものが入っていないのに必要なミネラルがほとんど取れちゃうので素晴らしいですよね。私は毎日お風呂上がりにつけているんですが、容量が多いのでたっぷりバシャバシャつけることができますし、お肌がキュッて引き締まる感じもするのですごく気持ちよくて気に入っています。バターも本当は大好きなんですが、健康面を考えるとちょっと甘すぎるので控えていました。粉末パウダーであればいろいろな使い道もありますし、レビューも良かったので購入してみました。グルテンフリーでタンパク質、食物繊維、鉄分も摂ることができます。日本のきな粉に近い感じですかね。原材料がローストピーナッツ、お塩、お砂糖の3つですが、甘くはないです。朝食でオートミールやスーパーフードを入れたヨーグルトを食べるんですが、バフってなっちゃったんですけど、ピーナッツパウダーを入れてもめちゃくちゃ美味しかったです。ちなみに水で溶くと簡単にピーナッツバターも作れちゃいます。バンバンジーのソースも作ってみたんですが、ピーナッツの味が濃いのでとっても美味しく作れました。いただきます。手軽にタンパク質が取れるので Vlog の方でもどんどん取り入れていきたいなと思っています。ずっとココナッツオイル試してみたかったんですが、決心がついたので初めて購入しました。ココナッツオイルの効能は抗酸化、免疫力アップ、
皮下脂肪、内臓脂肪の低減、お肌の水分量改善、殺菌、抗菌、紫外線予防などなど、これ一つで体にいいことをたくさんしてくれます。有名な MCT オイルの主原料にもココナッツはなってるんですよね。つまり体にめちゃくちゃいい油ということです。用途は本当に様々で、お料理に使ってもいいですし、飲み物に溶かして飲んでもいいですし、お肌や髪の毛に直接塗っても大丈夫です。今回はこのココナッツオイルを使ってめちゃくちゃ美味しい桜とホワイトチョコのスコーンを作りました。ぜひレシピもご覧ください。桜の味する。うん、美味しい。手軽に美味しくお野菜が取れる商品です。8種類くらいのお野菜が入っているのと、体の中の塩分を調整してくれるカリウムも含まれています。味はコンソメと鶏ガラの中間くらい、洋食でも和食でもどちらでも使えると思います。実はこの商品あんまり期待せずに購入したんですが、期待以上に美味しくて、特に夫がすごく気に入ってくれました。お湯に溶かすかふやかしたりすればすぐに食べることができるので手軽なのもいいと思いましたし、レビューだとスープに混ぜる、オートミールと混ぜる、炒め物に使う、混ぜご飯にするなど皆さんすごく工夫されていらっしゃいました。うまい。ちょっと味変したいなっていう方にもすごくいいと思います。気になる方はチェックしてみてください。こちらのコンソメは添加物が含まれていなくって、原材料はお野菜やウコン、スパイスなどです。こんな感じでキューブ型になっています。やっぱりお野菜がベースなので市販のコンソメよりも若干マイルドではあります。ただちょっと物足りない風味をスパイスがしっかりカバーしてくれているので、添加物が入っていないコンソメであるということを考えるとすごく美味しいと思います。ただ個人的にはガツンとくるコンソメの味がすごく好きなので、ちょっと物足りないなぁとは思いました。確か前々回くらいの動画でクラウンプリンスのフィレタイプのアンチョビを購入したんですが、今回はペーストタイプにしてみました。パッケージがおしゃれですね。逆だった。原材料が天然の片口イワシ、オリーブオイル、お塩のシンプルな3つです。ここからアンチョビを使ったレシピを2つご紹介するんですが、どちらもめちゃくちゃ美味しかったので、ぜひご参考までにご覧ください。
正直にデビューをするんですが、切る手間がないのは楽です。そしてこの商品自体も美味しいんです。決してまずくはないんですが、火を通した後ちょっと味がよくわからなくなってしまっていて、味がよくわからない分どんどん使ってしまうので2品しか作ってないんですけど、もう半分ぐらいなくなってるんですよね。カルディだと 60g で400円しないくらいのアンチョビペーストを購入することができます。わざわざアイハーブで買う必要はないかなと私は思いました。眉毛とまつ毛兼用のクリアマスカラです。私ペンシルで眉毛を描き足すのがすごく苦手でして、でもパウダーと眉マスカラだけだと眉がボテッとしてしまうので、どうにかしたいなと思ってクリアマスカラを買ってみました。先に結論を言うと、買って良かった商品です。一目でまつ毛眉毛どちら用かが分かるようなデザインになっていまして、すっごくシンプルなのに画期的ですよね。パウダーを塗った後にクリアマスカラを塗ると一本一本の地眉毛をくっきりさせてくれるんですよね。しかも毛並みをきれいに整えたままキープしてくれるので、かなり今っぽい自然な眉になります。比較的に地眉毛が残っている方ですとか、眉毛描くのは苦手だけど簡単に一本一本眉毛を際立たせられるものを探しているっていう方にはおすすめです。ぜひチェックしてみてください。こちらのスポンジ、レビュー件数が1万5000件以上ありました。すごく人気の商品みたいです。私は今回初めて発見して購入しました。しっかりと肌に馴染んでツヤも出てくれるタイプのスポンジなんですが、もう一つカバー力を高くしてくれる青色のスポンジも販売してました。顔の凹凸にしっかりフィットする形になっていて、めちゃくちゃ使いやすいです。クッションファンデは付属のスポンジだけだと塗りました感がどうしても出てしまうんですが、こちらのスポンジを使うと肌にピタッと密着するんですよね。こんな感じですごく綺麗になじみます。シュガースクラブなので溶けて唇に浸透してくれたので、私は拭き取らずに使っています。保湿成分がビタミン E、シアバター、アボカド、ブドウ、ホホバオイルと、こちらも潤い成分が入っていまして、容量もたっぷり入っているのでお値段以上の商品だなと思いました。スクラブの粒子はやや固めです。粒の大きさは大きすぎず小さすぎず、ラッシュとキャンメイクの間くらいです。血色も良くなってリップのノリもいいので、これはリピートしたいと思います。今回のアイハーブ購入品紹介は以上です。いかがでしたでしょうか。アイハーブでお買い物の際に全商品が 5% オフになるクーポンコードを画面と概要欄にも貼っておきますので、ぜひぜひご利用ください。楽しかったよ、参考になったよと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。普段は Vlog を投稿していますので、他の動画もご視聴いただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。